皆さん、改めまして、新年明けましておめでとうございます。昨年は、皆さんにね、いろいろお世話になりましたけれども、今年も相変わらずいろいろお世話になろうと思いますので、どうか覚悟しておいてください。というわけでね、ちょっと三が日お休みをいただいておりました。生放送しようかなっていうふうに思ってたんだけど、ごめん、疲れてたわ。うん、疲れちゃっててね、もうずっと寝正月してましたわ。まあ、その寝正月って寝ながらちょっと考えてたことがあって、まあ今年はどういう風にゲーム実況を進めていこうかななんてことをなんかぼんやり考えてたんだけど、まあとりあえずまあこういう方針でいくかみたいなのが決まったので、今回の動画は今年はどういう風にゲーム実況を進めていくかっていうのをちょっと話していこうかなっていう風に思います。まず一つ目は毎日投稿にこだわらないようにしようと。うん、まあ読んで字のごとくなんだけども、なんかこう毎日投稿しなきゃ、毎日投稿しなきゃ、毎日投稿しなきゃみたいな風にね、ずっとそういうのにこだわってると、プライベートの他のことがおろそかになったり、あとはまあ疲労だよね。もう体にも無理が来るし、まあ精神的にも無理が来たりするから、まあそういうのがねちょっと半端なくて、去年はねまあちょっとした問題になったじゃないですか。はい、うん、体やれ具合が悪いだ、精神の具合が悪いわで、ちょっとなんか問題になったことがあったので、まあ今年はね肩の力を抜いてやれればなっていう風に。あくまでゲーム実況はね趣味でやってるものだから、うん、趣味でねまあ体壊しちゃ世話ないんで、はい、まあプレッシャーを感じてね、まあ、動画や生放送の雰囲気悪くしちゃうっていうのも良くないからさ、うん、まあなんか淡々と肩の力抜いてやれればなって感じかな。で2つ目、これがね一番ちょっと重要だなって思うんだけど、アークの、マップに他のゲーム1っていう配分でちょっとやっていこうかなと。はい。まあ何言ってんだこいつっていうふうに思うかもしれないんだけど、まあこれはちょっと細かく説明しようかなと。まず、アーク俺今何個かマップ並列してやってるじゃん。で、その並列してやるのを、2つまでにしたいと。だからアークの同時並行でやるマップを2つまでにするっていうのをちょっと心がけたいかなと。うん。なんか去年までみたいなのはさ、例えばそのやれアイランドやりながら、エクスティンクションやりながら、ラグナロクやりながら、センターやりながら、アイルズやりながら、バルゲルやりながらみたいな風にしてさ、もう3つも4つも5つもやってたりしたじゃん。それだとさ、結局それぞれのマップの進行が遅れたりしてさ、どのマップもすごい中途半端になるなっていう風にね思って、だからちょっともうこんなにマップ並行してやるのは良くねえなと。うん、レベルも上がらないからね、あのオフラインだからさ、オフラインだとレベルが上がらないからもう全然進まないんだよね、エングラムも。だからそのせいで結構ね、まあどのマップも進まねえなっていう風に思ったからさ、だから今回は、まあ今回はというか今年からはやるマップは2つまでに絞ろうかなと。うん、でさらに言ってしまえば、その2つのうち1つは攻略メイン、うん、まあモッドも何にも入れないで、もうワールドに降り立ちました、あとはあの洞窟攻略してボスを倒しますみたいな、そういう攻略メインでやるマップが1つ。でもう一つはモッドを遊ぶ系で分けていこうかなっていう風に考えてる。うん、まあ例えば今の状況だったら攻略メインでエクスティンクションで、モッド系でまあラグナロクみたいな、だからエクスティンクションとラグナロクしかやらないみたいな、そういう感じでちょっと進めていこうかなっていう風に思ってる。うん、まあ今後今やってるマップをどういう風に整理していくかっていうのはまた別の話で、ちょっとおいおい考えていこうかなと。どういうところでそれぞれのマップ落としどころつけようかなっていうのはまだちょっと考えが固まってないから、それはまたこれからの話。うん、まあとりあえずマップはアークのマップは2つまで、うん、にしないともうねちょっとパンクするから、うん、てかしてるから今現にね。はい、でもう一つ、他のゲームは1つっていうのは、まあこれはまあ読んで字のごとく、アークの他にやるゲームは1個だけにしようっていう。だからアークのシリーズの他にゲームやシリーズでやるとしたら、まあ一つだけにしようかなっていう。うん、でこれもね、まあ、アーク優先だね。うん、アークがよっぽど暇になったらっていう、例えばその攻略メインでやってるマップがもうほとんどやることなくなって、あとはもう何あの、まあ、ブリーディングだ厳選だみたいな感じになっちゃったら、まあもうあの攻略メインのマップが暇になるから、そのタイミングを見計らってやるみたいな。だからもう本当の本当にアークがお手すきになったら、はい、お手すきになったらやろうかなみたいな、そういう風なノリにしてる。うん、でもともとアーク以外の他のゲームを実況してた理由の一つに、毎日投稿を絶やさないようにアークの合間にさっと撮って出せる動画っていう風にやってたんだよ。うん、だからまあアークって毎日投稿しようと思うとさ結構大変で、まあなんか、ま、
明日のネタはどうしようかな、全然いい生物いねえなとか、もう洞窟も攻略しちまってるしな、てか準備整ってねえしなみたいな感じで結構難しかったんだよね。まあ毎日投稿するために他のマップいろいろ併用してやってたっていうのもあるんだけど、うん、まあもうね毎日投稿もしないことにしたから、もうこだわらないことにしたから、うん、そんな躍起になって、まあ他のゲームやる必要もないかなっていう、うん、最近はねなんかこう別に何でもかんでもシリーズものの動画にしなくてもいいかなって思ってきてて、まあアーク以外のゲームはさもうプライベートで気楽にやろうかなっていう、うん、ちょっとそういう風に考えてるから、まあ動画にするゲームはちょっと選ぼうかなと、うん、今まではさもう自分がやりたいゲームは全部動画化するみたいな感じのノリでやってたんだけど、まあそれだとちょっとね無理が来るので、はい、あこれは動画化しようかなとか、いやこれは動画化しなくていいや、プライベートでやろうっていうゲームはもう全部きっちり分けようかなって思うわ。うん、だからそういった意味では今年は本当になんかもうほとんどアークしかやらんみたいな年になるかもしれないね。まだちょっと未来のことはよくわからないけれども、まあ、もしかしたらアークが中心になるかもしれん。うん、というわけで今年は去年とはちょっと違った新しい体制でチャンネル運営をしていこうと思いますので、また今年もねついてきてくれるという方、まだ見てあげるよっていう方はよろしくお願いします。というわけで今回はここまででご視聴ありがとうございました。では皆さん、良き新年を、お過ごしください。もう仕事始めになっちゃうけれどね。はい、というわけで、お疲れ様でした。